よし、行こうか。やれやれ。ああ言われなくても、それを止めるためにこの盾がある。分かったぞ。この調子で行こう。なんでこんなところに。さあ行くぞ。どうにか倒せたな。魚影、今見えただろう。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからって、戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。
ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時。わからないけど。え？だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配。あなたダナでしょ。敵の技術を褒める。変か？技術は技術だろ。それはそうだけど。リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけない。うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ。それはやり直しになっちゃう。集中が途切れる。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に。うん、お願い。私詠唱が終わってもね、一つだ。それって使うときはいきなり使える。うん、まだうまく使いこなせないけど。差も測れなかったのね。ん？何？あ、さて、わかった。
先を急ぐわよ。ここは戦いやすそうだ。キサラ大きいもんね。盾のことだよな。やってやれ。攻撃を待っていくから。撃ってこい。炎よ、巻き込め。どうか爆撃。炎よ、私の目だ。炎よ、空を飛ぶやつか。行けるぞ。突進は分かった。相手の術を使うか。そっちはまた任せて。終わりだ。消えないで。巻き込め。効果爆炎伝。魔人伝。効果爆炎伝。カホ。アナロック。ヒントしたぜ。相手を見つけても助かれたら手も足も出ないの。そうね、私も変わらない。セッターは行けるぞ。次ヤマ。そうだ。どうか。仲間と組めば俺最強。仲間と組まなきゃ。俺やってやる。私に任せ。あぶい。どうも飛び回られてはな。わかってるわ。私が落とす。よかった。あなたは別に混乱の人ばかりを。そのまま攻撃頼むぜ。射線に入ると危ないわよ。決めて。これで終わりだ。楽をさせてもらった。ここなら二滝できそうだな。なかなか
がいいんじゃない。この先どんな見つかせないよ。俺の先にオーラジック、この元にマジンテンプ、俺を囲まれる炎よ。ラッパイどうなったらあんな腕魔王エレンよ。俺だやそうアフレッアフレッ足止めは任せたまえ。さあ拳を温めとくぜ。あなたなしの戦いは考えられない。いいじゃない、本当よ。早くして、終わりだ。行くわよ、決めてやる。あっさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。これいい装備か。スクルルは隠れてて。あれ終わりだ。マジンテンプ。炎よ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 。今日も俺の拳は絶好調。見るからに強そうなやつだね。怪我では済まなそうだな。戦いの最中に時々何って、爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使う。もちろんただの爆弾じゃないわ、精霊。じゃあ自分で投げた爆弾を。あれは工夫、別の精霊力を込めた弾で、いつ爆発するか、どんな効果なのか相手は予測しにくく。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。安心しなさい、万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊、うん、時々敵にもあなたのように寸出のところでこちらの攻撃を。厄介だよな、あっちが攻撃してきた時に打ち込めば当たるけど。避けられないようにしたいということなら手が。見切り合戦でもするのか。私は少しばかり地に属する者をした。大地を覆い根を張る者たち、彼らが速やかに。あ、地面から植物を生やして敵を絡め。よくわかるな、けど避けるやつが出たらとにかく。承知した、微力を尽くそう。敵の気配はないな。
よし、行くぞ。この時間、みなぎってこないか。突然何を言い出すんだ。よし、なかなか刺激的な出来栄えだ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛いし、喉…ガスかもしれないわね。あまりガスだと、ひれ…いや…どこの世界に煙だけで喉を焼く料理…だが、アルフェンが…敵の狙いはアルフェンなの？なんだと？やつらの好きにはさせねえぞ。最後まで聞きたまえ、アルフェン。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。ねえアルフェン。シオン、いいところに。ローストチキンを作る香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。アルフェンの料理が辛い理由がわ。誰か、何事も過ぎれば毒だ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。こんな日は本でも読んでたいな。待って。まったくだぜ。あんたは本なんて読まないでしょ。絵とかいっぱい載ってるやつ読むぜ。攻撃あるのに。どうか爆発。何しよう。そこで光ってる。気になる。魔王エルフェン。降り注ぐ。光ってる。そこが弱点だよ。あの組織が致命傷になりかねない。それを防ぐのは私の役目です。
私の強化術どうだった？ああ、すげえ力出たぜ。雰囲気が変わった。油断するな。リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとかないよ、そんな栄翔。あれはその、なんとなく相手の雰囲気に合う。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力。お前、そういうわけじゃないんだけど、言葉に感じ。なあ、精霊力と。ちょっと本気でし。悪い奴がいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレード。あっぶね、何すんだよ。うるさい奴がいるところに雷を落としました。なあ、ティオハリムのあれってど。あれではわからんな、どの技のことかね。あ、なんか街中とかでさ、話しかけた相手が好きだらけになることがあるだろ。何のことか分かりかねるが、あれはたらし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊。人聞きの悪いことを言う。私ではなく受け取る側の問題だろうに。あ、でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ。俺も気になるな、何か特別。そうだな、常に優雅であることを心がけ。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな。感心しているだけですよ、他意はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。どう責任を取るつもり。そこまで本気にされるとは思いませんでした。なあ、たまにはあっちの道を進んでみないか。道って。道は道でも獣道のように見える。どこに。俺の勘では橋。フルル、フルルが違うって。そうかな、方角的には街道が必ず安全というわけではないが、あえて道なき挑戦なのかしら。時々とんでもない場所を通る。崖崩れの後、道だと言い張って飛び降りた時は驚いたぞ。なあ、なんかすげえ楽しそうだったな、あの時。アルフェンって道案内には不向きだよ。なあ、どうしたものかしら。わざわざ遭難の危険に挑まずとも、挑まなければならない問題には事欠かないはずだわ。このまま街道に沿って進むのが良さそうで。おい。ふるるー、あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。こいつは骨が折れそうだ。協力して叩くぞ。勝負だ。マジか。弱そうなところ戦おうぜ。マジか。マジック
よ。本番か。
何？え？よし。何のためにだ？何のためにお前は戦う？私はレナ。あなたはダナ。ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても、助ける理由はないはずよ。あなた、痛みを感じないの？痛みも顔も記憶もない。俺は自分の過去を覚えていないんだ。痛みを感じない男と触れると痛い女か。違う。こんな呪いが私の能力のものか。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。自由に生きるためだ。終わらせましょう。二
二人がかりの方が確実よ。諦めない限り終わらない。だからもっと信じて頼ってほしい。死ぬまでに一人、そう思ってた。今もか。出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら。感謝してるわ、みんなにも、あなたにも。